はい、こんにちは。では星の進化についてね、お話をやっていきましょう。5番頑張りましょうね。まず統一理論でいきましょうかね。文中の A に当てはまる天体として最も適切なものは何でしょうか。何ですかこれは。星間雲の中で星間物質が自らの重力によって収縮することによって赤外線を放出する天体、要はどうやって星が生まれましたかって話を言ってるのか。おお、なるほどね。確かに星間物質が集まった星間雲で誕生するなんていうのが一文前に書いてありますね。 OK、 いいね。ということで1番から見てみましょう。1番中性子星って、もうこいつもう死んでるじゃないですか。で星死んでなってるでしょ。2番クエーサー、クエーサーは変光星ですね。ちょっとこれは違うかな、ね、3番惑星って、おい合成じゃねえのかね。答え4番ですね。原始星です。2番、文中のある反応についての最も適切なものは何でしょうか。 OK、 中心部の遠いね、前の長い部分でしょうの真ん中らへん、中心部の温度が1000万ケルビンを超え、ある反応が始まり、シュレス劣性、シュケー劣性に進化すると。OK。まあ、要は、その恒星が何の力でピカピカ光ってるかって話なんだけど、これは核融合反応なんだけど、水素からヘリウムの核反応ね。4つのヘリウムがガッチャーンして、ヘリウムになるんだけど、その間にここから、すごいエネルギーが出てくるよ。OK。こいつがパワー。ね。ピカピカ光るパワーになるわけ。OK。まあ、ピカピカ光る源になるわけね。ね。あとパワーって言うとなんか、すごく、ざっくりした抽象的な話になっちゃうから、パワーっていう話になるんでしょう。OK。トイさん。トイさんは、ヘルススプルングラーセルスの話ですね。ヘルススプルングラーセルスがあって、この辺に太陽さんがあるのか、太陽さんがこの辺にあって、この太陽さんはヘルススプルングラーセルスの中ではどういう進化を、辿るでしょうか。で、巨星になるっていうヒントからね、巨星ってこの辺でしょ。巨星エリアってあって、こいつはどういうふうに動くんでしょうかって言ったら、もうこうやっていくんですね。OK。系列星から赤色巨星になって白色矮星になるっていうか、流れがあったわけですね。OK。ということなので、答えは、1番ですね。1番。OK。いいね。次、4番、問4。問4は、恒星の進化の最終段階を説明した文として、星はどうして死んじゃうのって話なんだけど、1番、太陽よりも質量の小さい衛星はやがて分裂して遠星になる。まあね、太陽自体がそんなにでかい恒星じゃないんですよ。Okay、だし、こいつ分裂しないし、恒星って分裂しないし。ね、いいよ。2番、太陽よりも質量の小さい恒星はやがて強い X 線を放射する天体になる。聞いたことない、まあ、違うし。3番、太陽よりも質量の大きい恒星は超新星爆発を起こしブラックホールになるものがある。いいでしょう。太陽よりも、まあ、多分30倍ぐらいでかい、もっとマッチョな、恒星だったらバーンって爆発していって、ね、ブラックホールですね。 OK。 4番、太陽よりも質量の大きい恒星は、太陽より長時間輝き続け、そう恒星ってね、質量が大きい分だけ寿命って短いんだ、ね、だから太陽よりも長時間輝き続けることはありませんので、4番は違います。答えは3番ですね。 OK。 はい、というのがお話でした。なんか割と長く近かったね。まあ星の進化、星の進化についての話ね、しっかりマスターして、ね、頑張っていきましょう。はい、ではこれでおしまいです。お疲れ様です。